月刊少年マガジンは、講談社が発行する日本の月刊少年漫画雑誌。毎月6日発売。略称は、月マガなど。1964年に創刊された、別冊少年マガジンを前身とする。1969年に、期刊から月刊へと観光頻度を変え、月刊別冊少年マガジンに改称したが、その後休刊。1974年に、 宮原照夫の手によって復刊し、1975年に現在の月刊少年マガジンに改称した。少年漫画雑誌としては、週刊少年ジャンプ、週刊少年マガジンに次ぎ、月刊コロコロコ,ロコミック、週刊少年サンデーと第3位グループの発行部数を誇る。2009年3月時点の編集長は、井の熊康則。2015年5月時点の編集長は、 林田新一郎。長期連載作品が多いのが特徴。また、ミスマガジンには携わっておらず、女性タレントのグラビアも掲載されない。不定期増刊として、月刊少年マガジン、プラスがあった。かつては、各月間の定期増刊として、マガジンいいのがあった。2015年4月から、新しい増刊、少年マガジン R が創刊した。 2015年1月6日、電子版の配信が開始された。なお、川原正俊の作品は、非掲載。2016年2月19日、ニコニコ星画にて、ウェブ漫画サイト、別館が妻がを開始する。内田正宮原照栗原吉行五十嵐隆夫、1981年から1986年、飯島リーチ清水穂宮び。 二の熊康則林田新一郎高見陽平三村康幸以下2021年3月5日現在連載中の作品救済中の不定期連載作品も含むあ行家業作業グレートから出張で来ることがある多行な行派行間行や行ら行は行単行本は週刊少年マガジンと同じ講段社コミックスレーベルより発行されるただし WM 作品のコード番号が KCMXXXX であるのに対し、ゲッツマガのものは KCGMXXXX が使用され、ロゴもマンスリー少年マガジンコミックスという文字列を用いたものになっている。講談社のサイト内では、講談社コミックス月刊マガジンという呼称を用いて区別されている。少年マガジン R は、 月刊少年マガジンの増刊号。2015年に創刊され、2019年に電子雑誌としてリニューアルされた。ありがとうございます。